はい、さあ、チャンプルーです、です、です。ですね、今ですね、いるところがサンディエゴのトゥアーマリンビーチっていう、結構ね、サーフィンで有名なところなんですけど、そうですね、ちょっと大きくすると、こんな感じですかね。映りますかね。トゥアーマリンビーチっていうやつですね。まあ結構ね、ここサーフィンで結構有名で、たまにね、ここに来てサーフィンの撮影をしたりとか、以前はたまにやってたんですけど、今ちょっとね、外カメが壊れてるの。あと自分のね、足腰が結構今のところまだまだっていうところで、まあでもね、言い訳ばっかりも口にしてられませんしね。外からすいませんね、まあこういう外カメでね、すいません。あ、内カメか、映ってますかね、海。サーファーの車がいっぱいですね。まあね、こんな感じで。サーフィンをね、屋根にこう、積んで。中にいつも人たちもいますしね。まあこれから風が強いんでね、まあ内カメではちょっとね、サーフィンちょっと、そうですね、撮影ちょっと無理ですよね。まあ早くまずカメラをこう修理しないといけないというやつですね。あとそうですね、まあ、ただね、あのショッピングモール、でかいショッピングモールの中にこう iPhone のあのストアがあるんで、そこ車止めて歩いていくのにちょっとみたいな、ちょっとちょっとみたいなところがまだまだ簡単にはね、いけないなみたいなところがあるんですけど、でも多分それは言い訳ですよね。絶対どこかで言い訳してますね。まあ自分自身ね、言い訳は嫌いだとかって言いながらね。まあそういう感じでね、なかなか思うように自分で自分自身を動かすことができてないですね。まあ今できる小さいこと、小さいことっていう形でですね、まあいけたらいいのかなとかって思いますね。まあね、まあそんな感じで、チャンプルーでした。あんまた野菜、あんまたベジタブル、ピュッ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 、ポッポッポッ。